レディオトーキンキッチンネオ深夜ラジオ食堂。今日は人は5分で変われるかもしれない、人によってはという話をしようと思います。コーヒーが冷めないうちにという映画を見たんですけど、これはそれをものすごくうまく表現していてよかったですね。一杯のコーヒーが冷めるまでのほんの短い時間でも人生は変わるという話なんですけど、出演者もすごくて、有村架純、吉田羊、深見元基、伊藤健太郎、薬師丸ひろ子、松本若菜、林健人、春、松重豊さんに石田ゆり子。うん。私は、有村架純は天才だと思っているんですけど、今回深見元基さんもすごいいいですね。うん。あと松本若菜さんはね、こうちょっと前から、気に入っている女優さんですね。うん。でこれは過去を変えられないんだけど、過去に戻ることで、認識が変わって、それで未来が変わっていくと。人は意識の向け方でこれほどまでに大きく変われるんだなと再認識させられる映画ですね。うん。まだあるんだなと。まだまだあるんだよね。もうタイムスリップネタで話はないだろうと思いきや、まだまだあるという。ね、クリエイターというか、そういう人たちはすごいですね。ほんと。うん。話を戻しますが、5分で変われるってことですよ。うん。歌もそうですね。短い時間で世界を変えてしまうと。衝撃がね、生まれたりしますよね。なので、なんか毎日が違うんだよな。なんか違うんだよなって思ってる人は、歌を聴きまくってみるといいかもしれませんね。うん。作者がどういう風に思ってるかを、どんどん追求していくと面白いんじゃないでしょうかね。うん。今までは、ね、こうだと思ってたっていう歌詞を、また違う切り口で、いや、もしかしたらこうかもしれない。もっと考えると、あれ？こういうことかなとか、いろいろ考えてみるといいかもしれないですね。うん。やっぱ探さないとダメですね。探求です。毎日探求。探求上手になるといいかもしれませんね。うん。まあ、5分の大切さを、改めて感じるというか、ね、コーヒーが冷めるまでの時間、そんなちょっとの時間で未来は大きく変わるんだな、ということです。それではまた。